見た目がまず最初の味なのよ。だから見た目が悪かったらさ、美味しくないよ。では今回コック中田さんに挑戦してもらう美味しそうじゃない料理、こちらでございます。牛乳茶漬けです。え、炊きたてのご飯に冷たい牛乳をかける、それだけ？いやもうちょっと待って、焦ってるよ俺は。鉄人、本日はですね、牛乳茶漬けを使って、絶対に美味しくなる料理を披露していただくことになりました。やろう。勝ち見えたね。絶対に美味しくなるってことですね。勝てる。時間との戦いだね。そう。そうなんです。今回実は、10分間っていう制限時間があるので、完成できなかったら、失格ということに。失格ね。オッケー。はい。いやでも今回完成して見事美味しかったら、もうそれはもちろん。まさか。ただそれで終わるわけにはいきません。おお、なんかあんの、なんかあんのね。いやそれはもう、まあ、まずちょっと作ってみましょう。牛乳茶漬けを。はい。ご飯を用意して、ご飯用意して、牛乳をかけてください。かける。あー、もったいない感じするけど、これ絶対後で超美味しくなるから。本当ですか？ちょっとこれやだな。あ、なるほど。悪く言うと乳臭い。牛乳の臭い部分が出てきちゃってる。なるほどなるほど。ではこちらの牛乳茶漬けを、絶対に美味しい料理を10分以内に作ってください。それではお願いします。そんないい音鳴るんだこれ。お疲れ様です。これは使うの？使おうかな。じゃあ使おうかな。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということで、おー、早い早い早い。さあ、今タイマーの方も動き始めました。あ、もう動かしたの？はい。さあ、果たしてどのような料理を。いやー、参ったな、参ったな。9分20秒。さあ、今日の食材はこちら。まずは玉ねぎ。玉ねぎ切っていきましょう。必要な分だけこう、やっこうかね。おー。加賀さんもやっぱ気になりますか？そうだね。牛乳茶漬け、ケンちゃんは普段から食べるって言ってたもんね。牛乳茶漬け美味しいのよ。福井さん、福井さん、福井さん。はい。福井さん、福井さん。玉ねぎをスライスしてますね、今。あー、早いですね。さすが鉄人、見事なさばき。鉄人自ら切り分けますね。はい、粗みじんにした玉ねぎと、はい、ベーコン。作り目のベーコンと、はい、せっかくあるから。あー、噛んだ後ありますね。噛んだ後から洗っていくと。そう、種を取り出す。そう。お、はい、とうとうフライパン出てきました。ここで取り出したのが、はい、何でしょう。自家製バターですよ。ああ、なんと鉄人自らお手製で自家製バターをたっぷりめに使って、はい、もう一個、はい、こちら何でしょう。ガーリックオイル。ガーリックオイル。オリーブオイルにガーリックがこう混ぜ込んであるやつ、こうミックスします。はい、今ミックスしております。玉ねぎも投入されました。うわ、いい匂い。さあ、ベーコン投入されました。そして一緒にパプリカの方も投入されました。あと4分しかないよ。あと4分20秒でございます。はい、これ何でしょう。アサリの水煮。アサリの水煮。ほう、だしごと入れてます。あー、いい匂いしますね。3分。いや、時間配分難しい。しめじ。あ、しめじが投入されました。シチュードボーっていうのを見つけて、ほう、今日はクラムチャウダー風にしちゃったら美味しくなるんじゃないのっていう作戦でした。なるほど。で、特製スパイスミックスをねっていうのが入ってたから、はい、コンソメ的なものじゃないかなと思ってこれ入れちゃいます。ほい。お、どうですか。いいね。お、シチューのルー、時間短縮のためにスライスしていきますよ。あ、なるほど、そういう理由だったんですね。多分これ味濃いめにしといた方がいいと思うのね、牛乳が臭いから。なるほど。さあ、投入されました。さあ、残り2分。ギリかな、ギリかな。さあ、綺麗に盛り付けるところまでが料理だとおっしゃっていた鉄人。聞いてないよ。鉄人自ら盛り付けるって言うもんね。そうですよね。あーと、あー、牛乳茶漬けが出てきました。もう結構牛乳が吸い込んでますね。それはちょっと予想外だよね。足す？足す？牛乳ありますよ。あ、時間ないから。はい、もう少々牛乳を足しました。普通ではありえない行為です。おえぇ、えー、
そういうこと。さあこれも盛り付け作業に入ってます。細切りチーズを盛り付けちゃえば、はい、胡椒を少々。はい、完成。うわー、鉄人が火を吹いたぞ。でもすごいですね、まさしく今も残りもう十何秒でした。さあこちら料理名は、料理名クラムチャウダーがけ牛乳茶漬けです。ほほー、もっと面白いことがあるそんな悪魔より出し二つの長い玉鉄人自ら作っていただいたこちらの料理、うん、私が食べてもいいんですけども、うん、まあ、ちょっと私はカメラっていう重大な仕事もありますし、鉄人が、食べてもまずかったものも美味しいっていう可能性があるので、もう一人の方に食べていただきたいなともしかして、はい、あの人がまた帰ってくる。ちょっと確かに鉄人、本家の鉄人も、はい、なんかこうやって食べてる人ずっとこうやって見てたそうですよねでは実際にお呼びしましょう、はい、お願いします。絶対美味しいって言わないよ悪魔より弟子、そっちの長いままそっち本当に美味しいのって言ったら、そのくちゃくちゃに混ぜながら、あ、これはさ、でもさ鉄人も試食してないわけでしょ。そうですね。あー、チーズの糸を引いて、美味しそう、いただきます。はい、うまい。おいしい。あ、本当ですか。これはおいしい。おお、すごい。牛乳の臭みが一切ない。作戦で。ありがとうございます。胡椒まずくるのは。シチューの。はい。シチューご飯にかけて食うじゃん。それ。めちゃくちゃうまいやん。よく言えばクリームリゾット。ということで、はい、牛乳茶漬けを、お、そうだ、素晴らしい美味しい料理にできたということで、鉄人には、はい、ご褒美をありがとうございます、与えたいと思います。すいません、ありがとうございます。誰でしょう、シェフの。なんと次回この、うん、鉄人シリーズで、うん、コック中田さんには、うん、ちゃんとした衣装をご用意いたします。あー、やっぱりシェフのあれだ。はい、やった。じゃあ今回はちょっと博士の衣装でしたけど、はい、次回からはちゃんとしたコックの衣装を私の方でご用意した上で料理していただきます。この顔なんていうか知ってる？なんですか？キョトンって言うんだよ